用がちではない人。どうも、グリドッグでーす。俺流してた今。やばいやばいやばい。もう用がちを流すようになってきてる。やばいやばいやばい。という感じでね、今日はですね、このルーニーがね、アイコンで出たという公式発表。の映像をね、見ながらちょっと話していきたいとは思うんですけども、もうレートとかね、能力値とかだいたい出てきました。なので、今日はね、開幕時までに絶対に頭に入れといた方がいい。もうこれだけ見たら、あ、もういいよ、みたいなコスパの選手も、強い選手もこれだけ入れといたら全然大丈夫だよ、みたいなのをちょっと紹介していこうかなと思っています。俺はね、まあ、ここら辺をちょっと考えつつ、ちょっと明日ぐらいにね、あの、スカット、うん、このおすすめスカットあるよみたいなのちょっと出せればいいかなと個人的に思ってるので、ぜひそれを見てください。もしよかったらね、明日の動画含めてチャンネル登録していただけるとありがたいと思います。じゃあ早速行きましょう。はい、という感じで早速ゴールキーパー見ていきましょう。という感じで、まあ出してみたんですけども、FIFA22 ではね、かなり AI が変わるらしいんですよね。まあ、とはいえ、FIFA21 で強かった選手ですね。オブラク。だというか、ドンナルンマですね。ほんで、プラスね、やっぱ身長が高い選手っていうのが、序盤戦結構使われてたイメージがありました。ほんでね、メンディがね、かなり強くなってまして、チェルシーの。俺は割とメンディがね、使う人結構いるんじゃないかなって思ったりはしています。あとは左下にいるゴリーニっていうかな、ゴリーニ選手だったりとか、身長190ぐらいある選手を、まあ、並べてみたので、コスパスカットは下で使ってもらったらいいのかなと思います。俺の一押しはメンディ。メンディ結構使う人多そうやし、開幕時もかなり価格上がるんじゃないかなって個人的に思ったりしてますね。という感じで早速次行きましょう。はい、という感じで次は左サイドバックですね。いやー、ちょっとね、バーって並べてみたいんやけど、やっぱりこの3人かぐらいの感じでしてございました。まあ、デイビス、テオ、メンディかな。やっぱりメインはここら辺が使う人が多いのかなと個人的に思います。まあ、ペース系でもなくなる可能性もあるんですけど、多分どうせペース系あると思ってますけどね、正直。はい。ほんで、プラス、まあ、コスパとしては、グリマルド選手、まあ、スペインで組みやすいし、安そうっていう感じで選びました。あとはもう、ケミも良さそうな、レナン。うん、これもちょっと強そうで、ほんでね、チャールズ選手がね、あ、結構穴場かなと思ってまして、割と安めで、あの、使える選手なのかなと個人的に思ったりしてました。能力もね、ある程度できるんじゃないかなと思ってるので、割と使う人もなんかいそうだな。ドルトモントやし、組みやすそうやしっていうのは思いましたね。まあ俺は手を使うけどね。はい、という感じで次行きましょう。はい、という感じで次は右サイドバックですね。そんなにやっぱね、おらんくてね。ただやっぱ注目してほしいのは真ん中にいるカンセロ、ハキミ、ウォーカーかな。やっぱウォーカー絶対使う人は絶対おるし、ハキミは今作ね、絶対強いと思うので、ここはね、抑えといた方がいいかなと思います。ほんでそれ以外に RB で潰そうだなと思ったのはエメルソン。安そうだし、これコスパスカットめっちゃ使う人はいそうです。ほんで、あと、デュンフリース。インテルのデュンフリース。ペースは80くらいではあるんですけども、フィジカルがね、90近くなんですよ。多分強い、この選手。うん。ケミストリーでペース上げて、フィジカルそのままでもいいしっていう感じ考えたら、多分ね、めちゃくちゃ強いから、多分コスパで使う人めっちゃいるんじゃないかな、個人的に思ったりしてますね。俺、デュンフリース使うわ。はい。という感じでさ、次はセンターバック見ていきましょう。はい、という感じで次はセンターバックですね。まあ、かなりセンターバックね、いろいろ取り揃えてはいるんですけど、まあ、やっぱりバランじゃない？みんな使うでしょ、バラン。ま、1位は多分バランみんな使うと思って、次時点でね、ファンダイク押したかったんですけど、ちょっとね、あの、ペースがね、ちょっと気になってるんですよ、だいぶ。ちょっと瞬発力がめちゃめちゃ低いんで、ここら辺がどうなのか。ただね、前作もここら辺低くてもうめっちゃ強かったんで、まあ、使えるのかなと思います。あとはマルキーニョスとかクルバリとか揃えてっていう感じでございまして、で、コスパはね、やっぱり使いやすい選手がいっぱいいる。やっぱゴメスも絶対みんな使うだし、最初はね。ほんでね、やっぱペペがやっぱ強そう。本当に。コスパめちゃくちゃいいと思います。うん、能力値的には。あとはエデルソン、クロス、ターマン。んでね、俺がね、なんだかんだここら辺穴場なんかなと思うんだけど、ゴッドフリーっていう。ゴッドフリーっていうんかわからないけど、この選手かな。俺穴場なんじゃないかなと。ペースもある程度あるし、まあディフェンスもある程度できる。ほんで、ケミもいいっていうことで、割とね、値段も高くなるんじゃないかなって個人的に思ったりしています。はい。という感じで、次行きましょう。はい、という感じで次は左ウィングですね。やっぱここには激戦区というか、やっぱいい選手いっぱいいますよ。まあネイマール、ラッシュ、ソン、スターリング、マネ。やっぱここら辺はいい選手かなと思ってて、
やっぱりね、来作もね、ラッシュは流行るんじゃないかな、序盤戦。安そうだし、流行るんかなと思います。スキル5。ただ逆足が3っていう感じではあったので、やっぱここら辺はどうなのかっていうのはありますね。まあ、あと、ソンとかも強そうやし、まあ、ここら辺も圧倒的に使えそうな人は増えるかなと思います。ほんで、コスパはね、割とね、難しかったところではあるんですけど、やっぱベニシウスはめっちゃ使う人が多そうですけどね。ケミストリーでシュート力とがっつり上げたりとかして、多分ね、まだ能力値は出てないんですけども、スキル5なんですよ、おそらく。なので、ここを使う人かなりいそうです。はい。ほんで、押したいのはディオゴ・ジョタも強い。まあ、前の作品でもね、21も強かった、ここら辺。で、カラスも強かった。かな。ベルフバインも強いし。レビッチはちょっと、どうなんかわからんけど、ちょっと入れとけました。ここら辺頭に入れといたら、大体はいいんじゃないかなと思います。ここら辺多分みんな使う人多そうです。はい。というかね、次、行きましょう。はい、という次は右ウィングですね。右ウィングはね、あんまおらんねんなって思った感じでございました。今発表されてるところでは。まあ、サンチョ、サラ、メッシ、マフレズ、キエーザーが、なんだかんだで、押せるぐらい強そうでした。はい。と思ってます。ほんでね、やっぱりね、ファーストチョイスってやっぱ、まあ、メッシにはなるんだろうけど、一番強いのって右ウィングで。まあ、その時点でサンチョかな。まあ、サラもあるかもしれんけど。で、まあ、マフレズは流行りそうかなっていう感じは思ってます。ほんで、コスパで上げるならね、ここら辺バーって上げたんだけれども、まあ、ベイルはなんだかんだね、使う人は多そうです。能力的にはね、82でシュートも全体的に整ってるし、割と使う人多そう。ほんで、時点でラフィーニャかな。やっぱペースめちゃくちゃ速いし。ほんで、ルーカス・モーラ。ルーカス・モーラも結構多そうです。まあ、コスパは、正直どうなんやろ。まあ、どれもうぞうぞう感は若干あった気はするんですけども、はい。という感じでございましたね。はい、ということで次は中央ですね。中盤見ていきましょう。はい、ということで次は中央ですね。中央見ていきましょう。まあ、いろいろ見たんやけど、ラリーガがね、案外強いなと思って、ジョレンテ、ディオング。ここら辺がやっぱ強い。てか、ジョレンテがね、めちゃくちゃ強そうなんで、これは絶対流行りますよ。絶対流行る。これは頭に絶対入れておいた方がいいです。んで、ゴレツカも強い。これも強いです。ゴレツカ、カンテ、ブルーの安定かな。っていう感じでございました。ほんで、コスパスカットにいい選手もね、かなり良くて、バルベルで、ジョレン取れなかったバルベルで使おうとか、あとレナード・サンチェス使おうとか、あとはケイシも使えるし、エミル・ジャンとかね、使えそうな選手をちょっと入れてみました。割と中盤は方法かな。でもここら辺が大体使えそうな選手ではあったと思うので、ここを頭にとりあえず入れて、スカット組めばいいか、個人的には思いましたね。はい。という感じで次、ラストですね。はい、という感じで最後ここですね。ストライカーですね。やっぱバーって見たけど、やっぱ豊富だわ。やっぱクリスティアン、ムバッペ。やっぱこれどっちか使うのは鉄板になりそうですね。ほんでね、ホーランドがね、ちょっと気になる。めっちゃ気になります。能力は本当に良くて。で、その次にスキルとはどう、3-3だからどうなるのかなって思うんですけど、本当にこれで使いやすかったら、めちゃくちゃ跳ね上がると思うんで、要注意して覚えておいた方がいいかもしれないです。ほんで、プラスデパイもいいかな。レバンドスキル最初使えるかもしれないんで置きました。ほんで、コスパスカットとしては、やっぱいろいろ、ジェズスとかはやっぱみんな使うし最初、コスパで。メルテンスも使う人が結構多いイメージありました。で、ベルナーも使います。ほんで、俺の一押しは、マーレンかな。この選手ね、ペースめちゃくちゃ速くて、で、TOTW 出た時とかも使ってる人多かったんですけど、ドルトムントになったんですよね。なんで、ブンデスカットでコスパのフォワードを使うんだと、マーレン使う人結構いるんじゃないかなと思って、あげてみました。ここら辺は頭に入れとけば、結構組めるんじゃないかなと思います。はい。ということでね、まとめに行きたいと思うんですけども、まあ、俺ちょっとね、やっぱ、ホーランドは気になる。本当に気になるのね、この選手がどうなるか一番わからなくて、ちょっとめちゃめちゃ気になってはいます。この時点でやっぱこれゴールキーパーかな。ゴールキーパーの意外めちゃくちゃ変わってるらしいって書いてあるので、本当にね、どれがいいのかまだ全然見当つかん。なんでそこら辺も楽しみになってくるのかと思いますね。はい。という感じで今後もね、FIFA22、まあ明日ぐらいかな。なんかそのスカットをまとめみたいなやつをちょっと出そうとは思ってるので、もし今後は良ければチャンネル登録、高評価とぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。